はい、プレーボールどうも、野球人です。阪神タイガース才木浩人、プロ初完封などを含め今季大活躍、阪神がセリーグ防御率ランキング独占ということでございまして、はい、今日はですね、阪神の才木選手のお話をしていきたいと思います。まあちょっとね、トミージョンとかもあって苦しい時期っていうのがあった選手なんですけど、去年から徐々にね投げ始めて、今季がまあ本格始動というところでございました。まあそんな中、ほんとね、開幕から素晴らしいピッチングっていうのが続いております。でさらに阪神は彼だけではなくですね、他のピッチャーっていうところも本当に頑張っておりまして、セリーグの防御率ランキング見ていれば、まあほんとね、阪神勢が多いということになっておりますので、まあ後半はその辺もねチェックしていきたいと思いますが、ではまず今日の復帰時から見ていきましょう。はい、阪神才木がプロ初完封で4勝目、阪神がロッテ2連勝を収め、セパ首位対決でカード勝ち越しを決めた。先発才木がロッテ佐々木朗希との投げ合いを制し、初の9回完封勝利で今季4勝目、貯金は再び今季最多タイの18となった。才木と佐々木朗希が白熱した投手戦を展開。5回まで阪神は無安打、ロッテは1安打で、共に無得点で進んだ阪神は6回、先頭の長戸が四球で出塁。盗塁と冒頭でワンアウト三塁とした後期に大山がチーム初安打となるライト前タイムリーで先取点を挙げた。佐々木朗希を1回5四死球10奪三振で、この回限りの降板に追い込んだ阪神は7回、先頭の梅野が代わった八木から左翼席に今季自己ソロを放ち、リードを2点に広げた。才木は9回2アウトから連続長短打で2塁3塁とされたが、ここをしのぎ12奪三振で勝利を収めたということでございます。はい、今日ねロッテ戦が行われました、交流戦というところで、まあセパね共に首位対決というところで、まあ昨日は阪神が勝って今日どうなるかということでございました。でまあ注目のカードでもありましたね、阪神は才木選手、さらにロッテはあの佐々木朗希選手が投げてくるということでございまして、まあ投手戦が予想されておりましたが、まあまあ本当まさにそういう感じになりましたね。まあ今日は打線が打てなかったっていうよりもね、まあお互いのピッチャーが本当に素晴らしいピッチングをしていたのかなっていうふうには思いますので、まあやっぱ本当ね見応えのある試合だったのかなっていうふうに思いますが、まあそんな中で才木選手が見事ねプロ初完封で、まあロッテ打線を沈黙させたというところでございますが、で改めてこの佐々木選手どういった選手かというところ、今までの成績とともに振り返っていきましょう。はい、才木浩人選手プロ7年目、出身地は兵庫県、1998年、11月7日まで24歳、189センチ88キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2016年ドラフト3位指名の選手で、今季年俸が1900万円、平均球速が今季約150キロほど、まあ正確には149キロ後半ではありますが、まあほぼ150キロに近い球速帯を誇っております。非常に速いですね。球種はスライダー、カット、カーブ、スプリットなどを投げます。才木選手は高卒1年目から2軍で実績を積み、1軍デビュー、2年目は先発として出番を増やす、5月に8勝利をマークします。終盤はチーム1勝で救援にも回りましたが、最終的に6勝を記録。しかしその翌年は怪我で3試合のみの登板、20年は1試合も投げずトミージョン手術を行い、一昨年はリハビリで全休となり、オフに育成契約となっておりました。それでもリハビリを終え試合後に戻ってきた昨シーズンは8試合に先発し、防御率 1.53 と離脱前から成長した姿を見せることができていたということでございます。はい、この才木選手ですね、高卒で入ってきた選手でございまして、まあ地元兵庫県の選手ということも相まって期待はされていた選手なんですよね。まあそれもあってね、2年目に6勝を挙げていたというところで、まあ早くから台頭しておりましたが、ただねちょっとまあまあ起用方法とか中継ぎやったり先発やったりみたいなこともあって、まあその影響かどうかは分かんないんですけど、ちょっとまあ怪我でねいろいろ痛めてしまってトミージョン手術っていうのを行っておりました。それもあってね育成契約になっていたりもしたんですけど、まあ去年帰ってきて、そこからまあまあ抜群の成績をですねシーズンの後半に残してくれていたということでございました。成績見ていきましょう。 NPB 通算昨年までは36試合で12勝12敗2ホールド 147.0 イニング、防御率 3.55、 奪三振率 9.00、吉久率 3.40 という成績でございます。はい、まあ昨年まではねこのような成績ということになっておりました。まあちょっと怪我の期間がありましたので、そこまでねめちゃくちゃ登板っていうのはしていないんですけど、まあでもその中でもしっかりとねスタッツっていうのはいいものが出ているのかなっていうふうには思いますよね。でそして昨年ですね、トミージョンから帰ってきて9試合で4勝1敗、 47.0 イニング、防御率 1.53、 ウィップ 1.09、 奪三振率 8.23、 吉久率 2.11 という成績でございます。まあ9試合登板、先発としては8試合の登板のみではあったんですけど、まあ本当ね抜群のピッチングということでございました。まあ奪三振はもちろんですね、フォアボールっていうところもめちゃめちゃね少なく推移していたというところもありましたので、まあやっぱり離脱する前よりねパワーアップして帰ってきてくれたのかなっていうところでございましたが、でそして今シーズンですね、オープン戦3試合で0勝2敗、 13.0 イニング、防御率 4.85、 奪三振率 8.31、 吉久率 2.08 という成績でございました。はい、まあオープン戦はそこまでめちゃくちゃね良くはありません。防御率とか
も結構悪いんですが、まあただ練習試合とか紅白戦で仕上げてきていたっていうところもありますし、スタッツはね別に悪くはありませんので、しっかりと、開幕ローテ入りを掴んでいたということでございました。はい、ではまあそんな佐伯選手ね、トミージョンから復帰して、まあまあ今季は球数制限とかもですね度外視して登板間隔も狭めてですね挑むシーズンでございますが、今季の一軍成績はというところチェックしていきましょう。はい、では今季成績ですね、佐伯選手今シーズン見ていきましょう。まずは3月は登板がありませんでした。で4月は5登板ですね、 28.1 イニング1勝3敗、防御率 2.86、 奪三振率が 8.58、 与四球率 2.86、 KBB が 3.00 という成績でございます。はい、まあ4月も全然悪くはないのかなっていうふうには思います。まあ負け越してはいるんですけど、三振取れてますし、フォアボールも少なくね推移はしておりますので、まあ全然ね、まあ安定はしてたかなっていうふうには思うんですけど、まあまあただ4月最後の試合で登録抹消されて、一回こう2軍調整っていうのをね挟んだ形となりました。まあただそこからね、2軍で調整経て、5月は2登板で 14.1 イニング2勝0敗防御率 0.63、 奪三振率 10.67、 与四球率 0.63、 KBB が 17.00、 WHIP 0.63 という成績でございます。はい、まあ2月は2登板のみではあったんですけど、まあ抜群の活躍っていうのをしてくれておりました。まあ2試合だけで2勝でもありますし、まあ特に KBB ですよね、これがまあまあちょっとねものすごいことになっているよということでございました。で今日ですね6月初登板でございました。1登板で9イニング1勝0敗防御率 0.00、 奪三振率 12.00、 与四球率 1.00、 KBB 12.00、 WHIP 0.44 ということで、まあ5月に引き続きですねかなりいい状態っていうのを維持できていたのかなというふうに思います。まあなので2軍に落ちて再び上がってきてからは3登板で3勝0敗と、防御率も0点台ということで、まあ本当に無双状態ではあったんですよね。で計見ていくとですね、8登板で 51.2 イニング4勝3敗防御率 1.74、奪三振率 9.75、 与四球率 1.92、 KBB が 5.09、 WHIP が 0.91 という成績でございます。はい、まあねちょっと2軍で調整した時期もあったので、登板数は8登板というところでめちゃくちゃ投げているわけではないんですけど、まあそれでも圧巻の投球というところでございました。で、さらに今日ですね規定投球回数にも到達いたしまして、セリーグの防御率3位にも浮上したということでございました。はい、まあこのようにねしっかりと成績残してくれている佐伯選手、まあ去年のね終盤からしっかりといい状態っていうのをキープできているんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、では指標の方もチェックしていきましょう。佐伯選手の指標を比較していきます。通算だと BB パー、ファーボールを出す割合が 8.1%、 K パー、三振取る割合が 24.0%、 KBB が 2.90、 被打率が2割3分9厘ということでございました。で22年、昨年は BB パーが 5.9%、 K パー 23.1%、 KBB が 3.91、 被打率が2割3分1厘、そして今シーズンは BB パーが 5.5%、5パー、 K パー 28.1%、 KBB が 5.09、 被打率が1割9分6厘という成績でございます。まあ昨年もね、まあ通算で見ても全体的に昭和優秀でございました。まあある程度選抜で三振が取れていて、で BB パーもかなりね去年は低く推移しておりましたが、まあただ今シーズンに関しては、まあ、BB パーもね若干下がっておりますが、まあ、顕著なのが K パーですよね。三振を取る割合っていうのが 5% ほど上昇しております。まあなのでリーグでも屈指のね2つ、 KBB 5.09 ということになっております。その要因としてはですね、今まではスプリットで三振を奪っていくスタイルでございました。まあストレートやカット、カーブでカウントを整えて最後スプリットで三振を取るというですねピッチングスタイル、まあ佐伯選手のスプリットっていうのは非常に強力でございますまして、まあこれでね面白いぐらい三振が取れている球種でございますが、まあただ今シーズンはですねスプリットだけではなくストレートの平均球速っていうのも約 2.5 キロほど上昇しております。かなりねストレートっていうのが速くなっておりまして、その結果ストレートでも三振が取れているっていうところが非常にね K パーの上昇につながっているのかなっていうふうには感じますよね。まあ今まではねストレートもそこまでめちゃくちゃ三振が取れるわけではありませんでした。まああくまでこうどうやってスプリットを振らせるかっていう投球ではあったんですけど、それプラスストレートでもまあさらに三振を取れるということになったので、まあもっともっとね打者としては厄介なピッチャーになってきたんじゃないかなっていうふうには感じますよね。まあなので全体的にこう成績が上がっているっていうところで言うと、やっぱストレートの平均球速が上がってストレートの質っていうところもですね非常に良くなったっていうことが大きいのかなっていうふうには感じますが、はい、ということでまあこのようにね佐伯選手指標で見ても非常に優秀でございまして、まあ怪物級のね投手に順調に成長していっているんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、まあただですね阪神佐伯選手だけではなくちょっとまあ先発陣がすごいよということで、その辺についても見ていきましょう。
はい、では阪神の先発ということで見ていきましょう。まずね、阪神1軍投手成績、今日の試合終了後時点の成績です。まあ、ピッチャー全体の防御率は 2.62、 リーグ1位ですね。で、先発防御率 2.88、 これもリーグ1位です。救援防御率 2.04 もリーグ1位、ウィップが 1.06 でリーグ1位、奪三振率は 7.51 でこれはリーグ3位となっておりますが、ただ予祝率、 KBB、 フィップ、 QS 率以下ですね、すべてリーグ1位ということになっております。まあ中でも予祝率ですね、 2.05 ということで、まあまあ9イニング投げてフォアボール2つしか出さないというところと、であとはまあ顕著なのが QS 率ですよね。6回3失点クオリティスタートですよね。これができた試合っていうのが 70% あるということで、異常なね数字になっているのかなというふうに思います。まあこれだけですごいんですけれども、まあ、さらに個人で見ていきますとですね、セリーグの防御率ランキングというところをチェックしていきましょう。1位は大竹選手、今年ねソフトバンクから移籍してきた選手なんですが、ここまで防御率 0.71 で、村上選手、大卒3年目で今シーズンですね急にこう出てきた選手でございまして、防御率 1.41 で、そして佐伯選手が防御率 1.74 ということで、まあこのように現在セリーグの防御率ランキングは阪神勢が1位2位3位独占状態ということになっているんですよね。まあまさに圧巻というところではないでしょうか。まあやっぱこの辺に関してはね、状態の良さっていうのを物語っているのかなっていうふうには思いますし、まあさらに1点台以下のね選手っていうのも現在規定ではこの3選手しかセリーグはいませんので、まあやっぱレベルは高いですよね。まあまあ防御率だけでもなくね、それ以外のスタッツっていうのもちょっとまあ抜きに出ているものがねこの3人はあるのかなっていうふうには思いますので、まあそういう選手がね、いるっていうことはやっぱまあまあ阪神当然強いよねっていうところではあるんですけど、まあただですね、ちょっとね、この防御率ランキングにはなるんですけど、明日52試合目が阪神ですね、予定されております。ちょっと雨で流れたので、ロッテとの試合があるんですけど、そこでちょっと3人とも規定外にはなってしまうんですよね。まあ今ね、3人ともこうギリギリの規定投球回数ということでもございますので、まあこの状態が続くっていうところは今日だけにはなってしまうんですけど、まあまあそれでもね、この3人が独占しているっていうことは事実でございましたし、またねここから次の試合に投げればこういう状況にもなってくるんじゃないかなというふうに感じますので、まあもしねこの状態が続くようであれば、まあやはりねちょっと首位独走体制にいよいよ入ってきてしまうのかなというか、交流戦で阪神どうなるかっていうところではあったんですけど、突っ走る可能性もあるだけに、ちょっとねこの交流戦での先発の出来というところ、まあ今のところは順調でございますが、非常に注目しておきたいところかなというところではないでしょうか。はい、というわけで今日は以上です。最後ネットで何の見ておりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。村上、佐伯、大竹、3に合わせて年俸5000万円しないけど、今シーズンオフには1人最低5000万円ぐらいになりそうということで、はい、まあそうなんですよね。先ほど、防御率ランキング見たこの3人なんですけれども、まあここまでのね実績がめちゃくちゃあった3人ではありませんので、年俸っていうのがまあ極端に低いんですよね。まあ佐伯選手はね先ほど見た1900万円、で大竹選手も2000万円ですね。で村上選手に限ってはですね750万円ということになっておりまして、まあ3人合わせてもまあめちゃくちゃ安い年俸ということになっております。まあ逆にねちょっと青柳選手とか西選手とか多く年俸をもらってる選手っていうのが活躍できていないっていうところはあるんですけど、まあまあにしてもねちょっとまあここまで低年俸の選手が3人いきなり活躍してくれるっていうところはですね、なかなか予想できなかったのかなっていうふうに思いますよね。まあ佐伯選手はね去年の最後ぐらいに、台頭してきておりましたので、まあやってくれるかなっていうのはあったんですけど、まあ村上選手、大竹選手に関してはまあまあ本当イレギュラーもイレギュラーだったのかなっていうふうには思いますので、まあ今年のね契約更改、まあどのくらいね好調っていうのが続くのかっていうのは分かんないんですけど、今のところ指標も順調でございますので、かなりのですね増額になってくるのかなっていうふうに思いますので、まあその辺もちょっと楽しみではありますよね。でこちら見ていきましょう。トミー・ジョンして才木がここまで進化するなら、高橋はどんなんで帰ってくるかほんまに楽しみ、 NPB 史上トップクラスのサウスポーになるんちゃうかということで、はい、そうですね、まあ才木選手をトミー・ジョンして帰ってきて、まあめちゃくちゃね良くなっていたということでございます。まあまあやっぱねトミー・ジョンに関してはリハビリ期間投げれないっていうのはあるんですけど、まあ人体がしっかり治ってその不安がなくなる、まあさらにリハビリ期間中にしっかり体を作ることもできるということになっておりますので、まあぐんとねレベルが上がるケースっていうのも少なくはないかなっていうふうには思います。まあ特に高卒の選手なんかはね、やっぱまあこう体作りの期間とプラスアルファでリハビリの期間を過ごすことができるので、まあまあやっぱ不安な選手はどんどんやっていけばいいんじゃないかなっていうふうに思うんですが、それで言うと阪神はですね高橋選手、まあめちゃくちゃいいねサウスポーがいるんですけど、ちょっと怪我もあってトミージョンをしている選手でもあるんですよね。まあなので彼がねリハビリを終えて復帰すれば佐伯選手のように
めちゃくちゃね、またスケールアップして帰ってくるんじゃないかっていうところではありますよね。まあまあやっぱその期待っていうのは十二分にあるかなっていうふうに思いますし、まあ仮に彼が復帰してくればですね、阪神のローテっていうところも本当に分厚いものになってくるのかなっていうふうに思いますが、まあただね、ちょっとまあトミー・ジョン、下からといって必ず良くなるわけではなくて、まあその選手のまあ頑張りやコンディションとかもいろいろね、あるかなっていうふうには思いますので、まあ、100人いて100人が以前のようなパフォーマンスになるかというと、そういうわけではありませんので、まあその辺はね、ちょっと頭に入れておきたいかなっていうふうに思うんですが、まあただね、ここまで才木選手がやれたのであれば、しっかりとね、いろいろメソッドとかも阪神分かっているかというふうに思いますので、トミー・ジョンから復帰する高橋選手、まあ今季はね、この辺もちょっと注目かなというところではないでしょうか。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット。ありがとうございました。